言葉に行きたいと思います。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今はちょうどパトモスにチームが行っております。去年はちょうど私も行ったんですけれども、今年は行かなかったんですけど、パトモスにチームが行っておりまして、今日の3時半ぐらいに向こうで朝の、向こうのちょうど朝9時半ぐらいかな、9時ぐらいかな、なんかその礼拝をするということでしたので、礼拝があると思いますけれども、ぜひ皆さん覚えておいてください。向こうの金曜日の夜の集会はちらっと聞いたんですけれども、まあ、永遠のことをやっぱり言っておられましたけれども、特に復活ですね。私はみんな復活するんだけれども、永遠という世界に入るんですけども、死を通って復活に入るんだってことを言われてて、もちろん軽挙される方も少しいるだろうけど、ほとんどの方は死を通る、死を通って復活して、そして永遠ということからに入っていくということなので、そのだから永遠の中で死を捉えるということをですね、まあ、少しお話されていました。で、私の教会は最初から殉教ということを語られていて、もう一番最初から殉教のことを語られていて、まあ、これからその殉教ということが、まあ、特別ではない時代に入っていくだろうということですね。そういうこともお話しされていまして、まあ、さらにパトモスでいろんなことを語られると思いますけれども、向こうで語ると同時に私はこちらでもですね、いろんな語り会があると思いますので、ぜひこのパトモスが言っているチーム、木曜日までですけれども、主にね、耳を傾けて聞かれてください。お一人お一人に神様語ることがあると思います。で、先週月曜日から水曜まで断食をいたしましたけど、とっても今回の断食は意味があったと思っておりまして、だからすごく見えない世界を見なさいということをすごく語られまして、目に見えることにとらわれるんじゃなくて、見えない世界で起こっていることを見えるようになりなさい。その世界において、こう、そこで戦いがあるってね、その見えない世界、まあ、霊的な世界って一般に言われますけど、その見えない世界における戦いにおいて、それを見えるようになって戦うときに、それが現実の世界にも大きな勝利をもたらすんだということですね。そういうようなことを非常に深く語られて、頭では知っていたんですけど、すごく霊に開かれて、とっても個人的な祝福を受けました。ぜひですね、皆さんもそのことを覚えて歩んでいただきたいと思いますけれども、一つ嬉しいニュースがあります。カンボジア孤児院ですね、みんな卒業して、新しくなってきていますけども、ついに本当に久しぶりに新しい子供を受け入れました。パンニャーレア、パンニャーレア。まあ、パンニャ、パンニャってもそうですけど、パンニャーレアって言うんですけど、パンニャーさんですね。2007年の11月3日生まれの、まあ、今年誕生日が来たら10歳ですかね、なる子ですけれども、一応、1年生、小学校1年の途中までは学校行けたそうですけど、その後は行けてないということで、お父さんが、この子、パンニャーが生まれてすぐ、家を出て行方不明になったと。お母さんも数年前に家を出たまま戻ってこなくて行方不明になっているという状況で、まあ、兄と姉と本人の3人がいたんですけども、まあ、母親の妹さんたちが3人を引き取って育ててくれたんですが、一番のお兄さんとお姉さん、この2人はすでに自立して家を出ているんですけども、1年前からプノンペンに住んでいるおばさんがパンニャを引き取って生活をしてきたんだけども、継続してお世話ができないという状況で、まあ、個人に入れられて、他の個人で6ヶ月間受け入れてもらったそうなんですが、その個人が閉鎖されたので、まあ、おばさんが、このうちの個人の石田主個人に連れてきてですね、まあ、それで、まあ、石田主個人としては受け入れることになりました。まあ、きちんと保証人とかも耐えて、今はすごく政府とか今日きちんと厳しくなってきてるので、そのことも含めてですね、正式に受け入れることになったということですね。パンニャーレアですね。どんな方か見たいってことはね、ちらっとあれですけど、写真がありますので、後で来てくださったらお見せしますので、見ていただきたいと思いますね。神様に感謝してますね。新しいこともですね。まあ、また小さい子もきっと受けれると思いますけれども、今度8月21日から行ってきますので、会ってきたいと思いますけれども、ぜひね、覚えてお祈りください。まあ、本当に久しぶりですよね。10年もっとですかね、ぶりかなんかに。もっとですね、15年ぶりからなんか久しぶりに子供を受け入れましたので、また個人もまた新しく始まっていくと思いますのでね、ぜひ覚えておいてください。あとそれとですね、もう一つ、昨日島原、昨日アリアに行ってきたんですね、島原半島ので、去年の12月以来、まあ、7ヶ月ぶりぐらいに久しぶりだったんですけれども、実は本当は、昨日じゃなくてその前の週、だからまあ、先々週に、島原に行く予定だったんですけれども、台風で火曜日に行けなかったんですね。で、大牟田に住んでる伊藤さんが島原が実家ですので、私は行けないときは彼が実家に行って礼拝をしてくださってたんですけども、まあ、金曜日に行ってくださるということだったんですけども、やはり金曜日も台風っていうか大雨があったんで、フェリーが欠航になっていけなかったんですね。
で、だから先々週行けなかったんで、先週どっかで行かなきゃいけないと思ってたんたらですね、アリエに行きなさいってこと言われましたんで、今回アリエに久しぶりに行ってまいりまして、で昨日7月15日なんです。で7月15日っていうのは、実は秋元牧師がもう随分昔から、もう、必ずあなたは海外に立つと言われてて、ちょっと意味がある日なんですけども、今はまあ毎年パトモスですけども、ですから、その時に今回アリエに行くことができて本当に良かったと思っています。久しぶりだったんですけども、でアリエで生活することになってですね、時岡田牧師が、初穂牧師がですね、アリエで久しぶりなので喜んだんですけど、ちょっと困られたんですね。っていうのは、アリエで礼拝している場所はですね、電話で予約できないんですね。行って契約、予約しないといけないんですね。でそれで、困った顔して私も来られたからですね、いや、自分で考えてくださいって言ったんですけども、まあ、息子さんが向こうにいらっしゃるので、息子さんに頼んだらどうですかって言ったら、困ったような顔されてですね、なんかちょっと、頼みにくかったみたいですけど、まあ、でも祈られてお願いしたら、たかし君がですね、行ってくださって、でなんか全部やってくださったということでね、すごい喜んでおられまして、高橋君と広志君はすごくゴスペルが好きなんでね、時間さえあれば来たんですけども、どちらもちょうどお仕事だったんで来れなかったんですが、なんかアリエでもまた神様再び働きをしようとされてるんだなと思います。後藤にも9月の頭に行こうと思っておりますし、なんか神様は島原半島で、今まで島原中心だったんですけども、今度は小浜っていう岡田牧師の生まれ故郷の小浜で今週コンサートに行かれますし、またアリエでも来月か再来月に行こうと思っておりまして、なんか新しいいろんな場所に踏み込んでいくように、またしばらく行ってなかったところに踏み込むように言われてますので、いろんなところにね、賛美隊がまず出て行って、また礼拝も行きたいと思ってますので、お祈り覚えてほしいというふうに思います。それで今日の聖書の箇所に入っていきたいと思うんですけれども、今日は使徒の働きで、サウロのところです。サウロの改心といってとっても有名なところですね。パウロになったところですけれども、で今日は、まあ、3つにポイントを絞ってというか、まあ3人の人というか、イエス様と2人の人なんですけれども、そのサウロとの出会い、関わりを通してですね、サウロがどのように改心したかということをね、見ていきたいと思うんですけれども、1節からちょっと見てみますね、9章の1節から。さて、サウロは、出ますかね、はい。なおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それは、この道のものであれば、男でも女でも、見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためだったと。で、サウロはですね、ユダヤ教の人だったんですね、もともと。で、神様に対してすごい熱心でした。で、本当に熱心でした。で、立法に関しては、誰にも責められないっていうぐらい、厳格に立法を守ったパリサイ派で、で、社会的にも超エリートで、サンデヘドリンの議員だったっていうぐらいですからね。で、まあ、すごいなと思うのは、立法に関しては、まあ、誰にも責められないぐらいやってるってね、すごいなと思うんですけども、だったんで、それぐらい神様に対して熱心で、神様を愛して忠実だったんで、クリスチャンに対してですね、イエス様がキリストだって救い主だと思ってないので、まだね、今でもユダヤ人だと思ってない人はほとんどですけれども、まあ、サウロもこの時そう思ったんで、まあ、クリスチャンはいたんだと思ったわけですね。ね、例えば私たちが、まあ、例えが非常に悪いんですけども、統一教会は文政明が、今は知りますが、昔は再臨のキリストなんて言ったことがありますから、とんでもない話だと思いますよね。事実そうです。とんでもない話です。ね。憤りを感じますよね。と同じように、イエス様は本当にイエス様、キリストだった、救い主だったんですけども、まあ、サウロはその時そう思ってなかったので、とんでもないってね、まあ、イエスはキリストじゃないと思ってるから、とんでもないと思って今、憤りを持ってたわけですね。だから、まあ、殺害の意にもいたから、もう、そういう人たちは殺してやりたい。あるいはもう捕まえて、もう、ね、もうちょっとひどい目に遭わしたいってね、主を愛するあまりそう思ってたわけです。それが正しいと思ってた。で、彼はまあ偉いですね、ちゃんと大祭司のところに行って、大祭司からのちょっと手紙を書いてもらって、まあ、許可状ですね、もう書いてもらって、ダマスコに行って、そのダマスコのクリスチャンも、捕まえてエルサレムに連れてきて、そこで殺したり、拷問に遭わしたり、ひどい目に遭わせようと思ってたんです。それはとても悪いやつだと思ったからですね。というか、神に対して真剣なあまり、それが正しいと思ってやってたんですね。ところが、ね、使徒行伝のキーワードは、ところが突然、すると突然なんですが、さあ、三世さん。ところが、道を進んでいって、ダマスコの近くまで来た、まあ、よく言われるダマスコ途上ですね。突然、天からの光が彼を巡り照らします。これは神様からですね。彼は地に倒れます。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。で、サウロが、主よ、あなたはどなたですかってその光を見たとき、それが主だと分かったんですね。まあ、神様だと主だと分かったんで、あなたは誰なんですかって言ったときにお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。面白いんです。
迫害してるのはイエス様じゃなくてクリスチャンを迫害したんです。クリスチャンをとんでもないやつだと思ってクリスチャンを、ところがイエス様はクリスチャンを迫害してるのにあなたが迫害してるイエスであるって言ったところです。ということは皆さんね、お互いクリスチャンを、クリスチャンに対してですね、失礼なことを言ったらイエス様に対して言ってるんですよね。そう思っててくださいね、これね。であなたが迫害してるイエス様だよって言ったんで、立ち上がって間違いなさい、そうすればあなたのしなければならないことは告げられるわけです。どういうことかって言ったら、サウロは自分が正しいと思って本当に神様を愛してこれが正しいと思ってやってたら、光に当てられてびっくりして、え、誰なんですかなとやってたら、あなたが迫害してるイエスよって言って、この瞬間そのイエスがキリストであるっていうことが彼の目に分かったわけですよね。つまり今まで正しいと思ってたことが間違っていたんだって、でイエス様こそキリストなんだ、これはいたんだと思ったのが本物だったんだって分かったわけですね。つまり自分は正しいと思ってた、こう命までかけてというか、もう本当に真剣にやってたことが間違ってたってなったんで、これしかもこの場合はこう根本的なところで救いにかかるからだったんですね。それでサウルはね、驚いたんですね。あれでも、まあ、しかも光に当てられて、まあ、おそらく人生180度変わったということで起こったんですね。で今日の一つ目のポイントは、キリストご自身が現れてくださって、サウルに光を照らして当ててくださって、サウルはここでひっくり返った、180度変わったんですけども、で私たちはみんなクリスチャンだから、まあ、サウロな経験をしたかどうかは別として、どこかでキリストに出会いキリストを信じたわけですよね。でも今度ね、適応してクリスチャンとしてこれが正しいと思って、きっとこれは神様に喜ばれると思って、これが神の心だと本当にその心から思ってこうやってきた時に、ある時神様に、いやそれは違うよって、それは心じゃないよって、それはちょっと違うんだよってこう言われることがあるんですね。でもちろんね、サタンが妨害してくることもあるから、神様じゃなくてサタンの場合もあるから吟味しないといけませんけど、あ、確かに神様に言われてるというか、そこですよね。自分が正しいと思ったことは実は正しくなくて、神様のこれ逆だったという時ね、人生でこれ起こるんですね。例えば秋元牧師はよく言われますけれども、秋元牧師はその大学生の頃ですね、クリスチャンになった時に、奥山実宣教師がですね、奥山先生がインドネシアから帰ってきたばかりの証を聞いて感動したわけですね。それで献身した。でも彼は宣教師になりたいと思って、宣教師ことが若さに心と思って、大学生は宣教師になるために徹底的にそう思ってやってた。で大学卒業するに宣教師になろうと思って献身しようと思った、神様に言われた、あなたを宣教師に召したことは一度もないってねでと思って、サラリーマンは素晴らしいお仕事ですから間違いないください。でもその時は秋元牧師はサラリーマンは一番、まあ、なりたくない仕事だったんですね。その時はね、その時はですよ。でところが神様はサラリーマンになりなさいってはっきり答えた。あれでですね、と思ったんだけども、自分はこれが正しい、これがこれだと思ってやったことが違ったってことに言われたときに、彼はそこで辞めたんです。そしてサラリーマンになった。そしたら彼はその後大病を渡ります。これ大病です、ね。ところが社会保険が入ってたから全部それでカバーされて、その入院中も給料がなんか何割か出続けて、誰の世話になることもなく完全に守られたんですね。で今度ね、まあ、回復して献身した。で彼は今度伝道者になりたいと思って、まあ、あの進学校のチャペルがあるから定期的に回っていくチャペルの時もね、伝道者になるつもりで神は愛ですという説教をねやったり、チャペルでも、ね、誰もいない時一人でねこう伝道者になったつもりでこう大きな声でこうね説教して練習したそうですね。そして進学校卒業する時に伝道者になろうと思ったら神に言われたんですね。私はあなたを伝道者に呼んでなんかいない牧師になりなさいって言われたんです。それで、ああそうですかって言って、で牧師になったんですね。そして牧師になって、でこうまばしで失笑骨をうずむのかと思ったら、開拓に出なさいって言われて開拓に出た時に、そこから始まって読んできたら、今、パウロ牧師はアメリカの宣教支部団を持ってるんですね。で今はまあ宣教じゃなくて祈り込みのチームですけども、9月の頭には、ウルグアイ、ウルグアイでしたっけね、ウルグアイ、ウクライナ、あ、ウクライナ、すいません、ウクライナだ、そうだ、ウクライナに行くことになって、これは実践選挙ですね。で、世界中はまさに選挙主義の働きをしてて、日本ではあんまりないんですけど、海外行った時はね、まさに伝道者の働きをしてるんですね。全部仕事の中で駅になったんだけども、人生の途中で何回か違いますよって言われたんですね。で、人の話は聞きやすいんですけど、自分にそれが起こることはあるんですね。違いますよって、それは方向違いますよって、違いますよって言った時にどうですか。でちょうど見越し新聞読んでるとですね、今週の見越し新聞にですね、長崎教会の第一期新学生の証が載ってました。ダニエル森清志君。ね。ぜひ読んでみてください。で昨日の晩ね、
私ある程度知ってたんで、ちょっともうちょっと詳しく聞こうと思って電話して聞きました。だからですね、森牧師は釧路にいた、今東京南東京の牧師をしてますけど、釧路におられて、釧路に行ってた時、まあ、熊本から釧路に行ったんですね、寒いところにね。で、まずお母さん、奥さんのお母さんをお迎えされた。ちょっと精神的に病があったけど、結婚の時からの約束だったから引き取った。で、2年経った時にお父さんが、お父さんは精神じゃなくて糖尿病の合併症で脳梗塞、心筋梗塞になって体が不自由になり、我が家に引き取ることになりましたと。今度はお父さんを引き取ることになった。で、ここに書いてないけど、実はお父さん夢を見て、夢を見たことが現実に、夢を見たことは夢なんですけど、夢と現実の区別がつかない状態だったんです。で、夢で見たこと、例えば夢で馬を売ったとかね、まあ、熊本さんで馬を売ったとか、そういうことを牛を売ったとか、もうそう思い込んでて、そういう状況で、で、夢と現実がこう分からない状況なんで、ちょっととても大変だったそうです。そういう状況だったんですね。そこに、合併症、脳梗塞、心筋梗塞もあってですね、まあ、それを介護したお母さんと両方ね、慣れない介護生活が始まったわけです。正直に書いてますね、その生活は甘いものではなく、子育てをしながら、地方の教会で苦しようです。奉仕しながらだったので、かなり過酷に感じるものでした。毎月かかる医療費は高額で支払いも大変でしたと。まあ正直ですね。はい、大変だったと思います。で、その中で、ところが、当の本人、お父さんお母さんたちは、その病気であることもあって、本人たちの行動は自由気ままでした。特にお父さんは、住み慣れた熊本に帰りたい、帰りたいとただお金渡してこまれたと。こっちは一生懸命介護をし、お金をかけ、精神戦やってんだけど、まあお父さん自体の気持ちとしては、もう熊本帰りたい、帰りたいって言ってですね、ただ怒られて、まあ大変だったわけですね。で、まあ、森君から、清志君から見たら、理不尽で、わがままで、自由奔放な感じで、私たちのイライラもどんどん増していきましたと。で、そんなある日のことを、岐阜っていうのは、岐阜県ではなくて、義理の父ね、岐阜と、私は口論になり、かなりヒートアップしてしまいましたと。ね、そして、岐阜も私に向かってくる感じだったとね、こうね。で、私は、すごいね、若いね、殴ってみるとほっぺたを向けたりして、岐阜を罵ってしまったと。ね、喧嘩したあまり思わずもうね、ヒートアップしてしまってね、じゃあこうほっぺた向けて殴ってみろって言ってね、こう、ヒートアップしてしまって罵っちゃったとね。ここだけ読んだらとんでもないけど、まあ本当にそれまで、時間をかけ、お金をかけ、一生懸命やってるけど、全然分かってもらえないっていうか、って、まあ、怒ったんでしょうね。まあ、よくやったと思いますよね。それで、まあ、怒ってしまったと。そして、もう、そのまま怒ってですね、怒ってって書いてありますね。自宅の2階に駆け上がっていったと。まあ、2階に部屋があったそうですね。で、聞いたら、そこだけ、なんか、一人になれるっていうか、静まれる部屋だったから、そこに行って、いつももう、叫んだり、感謝したり、祈ったりした部屋があって、そこに行ったと。で、ところが、そこに行ったんだけど、出てくるのはため息だけで、しかため息出なかったんですって。でも寒い気してるうちに、まあ、感謝しなきゃと思って、とにかく全てを感謝しようと思って感謝をやってたんです。でそれで感謝していたら、こう神様にだんだん心が向いてきて、神様って言ってたら、神様から語りかけられちゃったんですね。こう書いてます。すると静かに、しかしはっきりと迫ってくるように神様からの語りかけがあった。なんて語られたかというと、1階に降りていって謝りなさい、悔い改めなさいって言われたんですね。あなたが一回目で言って、あなたが悔い改めて謝りなさいって言ったんですね。で、と思ったけども、心の中にもう否定できないぐらい、はっきりと神様から語られてるってことがこう響いてきたってんですね。で、正直に書いてますね。心の中は不満でいっぱいで、もう、と思って不満でいっぱいだったら、どうした私があって。でも確かに神様は言ってると思ったってことなんですね。こんなに私は一生懸命やってきてこうだったのに、なんで私が謝りいけないのって思う、彼の義と思いがある。でも神様はそのあなたがまず謝りなさいって言ってきた。これって結構あるんですよね。私は正しいって、私は間違ってないって、私は精一杯やってるって思うと、神様が、いやでもまだだから謝りなさいってことがある。で、皆さんね、私たちはクリスチャン、イエス様に従うもの、イエス様を信じて従うものなんですね。で、イエス様っていうのはどういう方かというと、愛の方ですけど、その愛の極みは何かって十字架なんです。十字架のイエス様は何をされたかというと、罵声と非難とむちゃくちゃ浴びされた時に、一切言い返さずに全部引き受けて十字架にかかって、私が代わりに全部罰を受けますからって言って、十字架で彼らを許してあげてくださいって言われた。で、私が悪かったんですって言われたんです。
で、俺は正しい、まあ、ちょっとごめんなさい、言葉悪いけど、私は正しいって唯一言っていい方は、いつでも言っていい方は、そう言って言い切っていい方は、イエス・キリストしかいません。でもそのイエス様は私は正しいと言わないで、私が悪かったんですって言って全部引き受けて十字架にかかったんです。そして言われたん、私が代わりに全部引き受けますから、私が悪かったんですって代わりに言ってくださって十字架にかかってくださったんですね。でその方を私は信じて従おうとしてるんですね。ということは、どうして私は正しいって言えるんでしょう。この方を愛して従っているのに、なぜ私が正しいって言えるんでしょう。イエス様は 100% 正しいときに私が正しいと言わずに、私が引き受けますと言われたんですよね。で、この時もね、彼は言われた。で、はっきり神様が言って、まあ正直です。不満はいっぱいあったけども、確かに神が言ってるので、彼は自分の義に立たないで、自分の思いを置いて、神様がおっしゃる方向にギアを切り替えて、下に降りていって、お父さんの部屋に行って、そして、こうね、本気で謝ろうと思って、膝をついて、心から、さっき悪かった、本当に申し訳ありませんでしたって謝ったんですね。お父さんはきょとんとしてね、言って聞いたらなんかね、なんか何を今更って感じで、その時はまだね、思ってたみたい。ところが、その時はなんかね、やっぱり、こう、そんな感じだった。ところが、そこから態度が変わった。それまで毎週日曜日ね、教会行くのに、お父さんだけ置いていくとはちょっと心配だし危ないから、お父さんお母さんも引っ張っていってたわけですね。ところがそこから、教会行こうと思ったら、今まではもう、なんて言ってもとにかく嫌がっても連れていく感じだったのに、ちゃんと服装を着替えて、礼拝を準備して、待ってたって。で、行こうって言ったらさっとついてきて、それから喜んでくるようになって、それではっきりイエス様を信じたんです。で、ある日ですね、まあ、天国に旅立つ日まで日曜日全部毎週喜んで礼拝来るようになって、でその天に帰る前の時に、まあ、お風呂に入れてあげたそうで、詳しく聞いたらなんかお風呂入れてる時なんですって。お風呂に入れてあげて、こうお風呂に入れてこう体を洗って背中洗ってる時に、まあ、日がもっこしたんですね。で、この世代だから言ってました。自分も熊本から分かるって、日がもっこすっていうのはあんまりこう言えないんだってね。だから背中洗った時にね、ここ後ろ向きでね言ったそうですね。ボソッとね、ボソッとだけどはっきり言ったんですって、ありがとうって。で、その言葉はね、忘れられないって書いてあります。で、なんか本当に意識してたんで、それが書いてある、最後に義父はありがとうという言葉を私にかけてくれました。神様からの最高の報いと感じる最高の言葉でしたって。で、はっきりイエス様を信じて天国に帰っていったんですね。で、あの時もし2階から神様言われて、あなたが下に行って謝りなさいって言葉に彼が応答しなかったら、救われなかったとは言いませんが、遅れたかもしれない。もしかしたら危なかったかもしれない。私たちは人生のどこかで、自分は正しい、一生懸命やってると思ってるんだけど、神様がストップって、ちょっと方向変えなさいとかいうことがあるんですよ。人だって言いません、神様が。もちろんサタンの妨害の時もあるから確認は必要ですけど、確かに神様だって分かりますよね。この時彼は、ね、気持ちは不満がいっぱいだったけど、確かに神様言ってると思った。で、その神様のおっしゃる方に向きを変えれるかどうだ。で、サウロの時はもう根本的な救いにかかってましたから、まさに180度、命がけでクリスチャンたちを迫害してて殺そうと学ぶったのに、今度は間違ってたとかった時に、今度はそのイエス様のために命がけで伝える人にかかったんですね。向きを変えた。向きを変えるってことは人生にはあるんです、これは。で、皆さんね、やっぱり一生懸命やって神様の前に正しいと思ってやってることを、神様の時として違うよっていうことがあるんですね。今通訳されている牧師の方がいらっしゃいます。名前は出しませんけども、その方は教会はとっても大好きだったん、ね、で、教会が大好きでも教会いるのが好きだったんだけど、お母さんとお父さんがちょっと病気があって、で、介護が必要になったんで、困ったんです。私はある時言いました、家に戻ってあげて介護した方がいいんじゃないのって言ったら、怒られたんですね。私、そんなに木原牧師は私を教会から出したいんですか、私がいたら邪魔なんですかとか言ってね、怒られてですね、それ以上言えなくなったんですね。そしたら断食をしている時に神様から語られたんです。その方、家に帰りなさいって、両親使いなさいって、はっきりね。で、彼女は両親はとっても大切に思ってたけど、献身しているうちに牧師なんだから教会でいることは大事だと思ったけど、神様はそうじゃないよって言われたの。その時ね、家に来られたんで、神様言われたんですけどってね、あ、それでいいですよって言ったら、彼女はね、自分の今まで持っていた価値観考えを捨てて帰ったんですよ。
お母さん救われました。告別式は私はさせてあげましたけれども、本当に臨在のある告別式で、その告別式でお父さんがもう会場中に超える大きな声でイエス様を信じたんです。そこからお父さん変わりました。そしてそのお母さんの告別式はあんまり臨在が良かったんで、いつも通ってた美容師の方が義理で来てくださってたんですけど、あんまり感動して次の日自分の職場の人たちを、今日はあなた方まず告別式に行ってきなさいって電話しに来られたんですけど、わざわざその人が送ってくれました。何の関係もない、あの告別式は見てきなさいって言ってね、それぐらい良かったんですね。で私はそれは彼女がギアを変えて自分が思ってた価値観を捨てて神のおっしゃる言葉に従っていったからだと思います。なので人生にはそういう時ってあるんです、ね、誰から言われてない、神様は確かに言ってる時、自分の意とか自分の思いとか自分の感情とかいろいろあるじゃないですか、人間だから。でも神様おっしゃったらそれを置いて神のおっしゃる方に向きを変えるってことが大事なんですね。これ一つ目ね。サウルはキリストご自身と出会って、キリストご自身と出会って自分の価値観を変えてたん、ね、100回以上救われたんですね。で二つ目は今度面白い、ね、そうやってサウルはキリストに触れられて、もうこう目が見えなくなったんですね。で7節ね、同行している人たちは声が聞こえても誰も見えないので物見えて立ってたんですけど、サウルは立ち上がって目を開いていても何も見えなかったと。でそれで連れて行かれてダマスコへ行ったんですけども、面白いのは直接イエス様現れてくださったのに、この目が閉じた目を開くときには今度は直接ではなくてアナニアという人を用いたんです。キリストに直接やったんだけども、その閉じられた目を開くためには神様は直接お出来になるのにアナニアという人を用いたんです。神は人を用いて、もうちょっと広げば教会を用いてこのサウロの目を開かれた。で私の人生にも主に直接触れられることと同時に、神様は主に従う人を通してあなたに触れることってあるんですね。でこの時アナニアはですね、10節ね、ちょっとこの、さっき読まなかった次なんです。10節、2つ目のポイントいきますよ。ダマスコに、そのダマスコという町にアナニアという人がいました。これ弟子です。主が彼に、アナニアに幻の中で、アナニアによって言います。そしたら主はここにおりますって答えましたね。これ大事なところですね。アナニアよって言われて、はい、ここにおりますって答えました。お互いそういうものでありたいですね。ね、例えば私にですね、偉大キャラマコトって、はい、いますって言いたいですよね。偉大キャラマコトって、ちょっと待ってください。ちょっと待って。今ご飯食べてる。ね、このご飯食べ終わったら言いますからとかね。枝谷さんって、ちょっと待ってください。今、日本シリーズ最終戦、これ終わってからとかね。これですけどっていうこと。声をかけるときに、はい、ここにおりますってすぐ答えることのできる心を持っていたい。で、アナニアは持ってた。だから弟子なんです。持ってた。そしたら、エス様が言われたアナニアに。すると主は言われました。立って、立ち上がって、まっすぐっていうね。まあ道の名前です。まあ、平和町でもいいですけど、そういう名前。まっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈ってると。サウロのところ行けと。彼はアナニアというものが入ってきて、自分の家に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たと。サウロにはちゃんと幻で見せてるから、あなたは行ってそこで祈ってあげろ。そしたら、彼はまた見えるようになるからって言った。でもね、サウロは、迫害するためにダマスコに来たんですよ。光に当てられたんて知らないアナニアは。だから思わず言いました、13節。アナニアは言います。主よ、私多くの人々から、この人がサウロがエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでも、このダマスコでも、あなたの皆及ぶ者たちを捕獲する権限を、最初、大祭司から授けられてきているって聞いてますって。とんでもない、そんなこと言ったら逆に殺せるんじゃないですかっていうことですよね。そしたら神様が言われたんです。それに答えないで。行きなさいって。行けって。あの人は、すごいですね。その、迫害したその人が逆に、私のキリストの名を、異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ、私の選びの器だって。いや、そうじゃない。彼は選びの器なんだって。皆さんね、過去にとらわれないでください。あの人はこうだった。自分はこうだった。だから、そんなこと言ったってこうじゃないですか。いや、そうじゃないって。あの人は選びの器だ。あなたは選びの器だって。過去がどうであれ、どうであれ神様が触れたら変わるんで、神様はサウロのこと、いやそうじゃない、彼は私の選んだ器なんだって。そしてすごい、その後彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないか私は彼に示すつもりだって言ったんで、これは自分のことも人のことも含めて、いやでもあの人はって言って、いやそうじゃない、神様はそう言ったら違うんですよ。自分に関しても私は今までこうだったこうだったから神様ダメですよって言わないでほしい。神様が言われたらそう神様はなさるんですね。でこの時アナニアは
サウルはそんな恐ろしいエルサレムで殺したし、ここだって殺すために来てるんですよって言ったら、いや、そんじゃない。彼はそうじゃなくて、私の選んだ器で、私のために働いて、苦しんでくれる器なんだよって言ったんで、アナニアのないところは、神にそう言われたら、そうですかって言って受け取って、次の説ね、そこでってさらっと書いてある、聖書でさらっと書いてあるんですよ。そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り、サウルに手を置いてこう祈った。こう言った。兄弟サウロ、あなたの来る途中であなたに会った主ですが、私を使わされました。あなたは再び良いな精霊に出されたのです。さらっと書いてあるけど、サウロは、アラニアは自分のその聞いてるいろんなことを置いて、神様のおっしゃる言葉に従って言ったんですよ。あなたが主の言葉に従うと、人生が変わる人がいる。あなたが主の言葉に従って生きると、神様に出会う人がいる。あなたが神の言葉に従っていくと、全く新しい歩みをする人がきっと21世紀の今長崎にもこの日本にもこの時代にも必ずいます。アナニアは自分の今までの聞いたことを全部置いて神の言葉を選んで言ったんです。そしたらね、18節、すると直ちにアナニアが従って解いたら、その通りにすると直ちに従った瞬間、サウロの目から鱗のようなものが落ちた、パッと落ちたんですね。そしてだから、ここでサウロは目が開かれた、目が見えるようになった。彼は立ち上がってバブテスマを受け、洗礼を受けた。食事をして元気でいた。二重形で私の好きな言葉、食事をして元気でいた。ね、言葉なんですけども、こうやって書いてあるんですね。二つ目ね、アナニアのように死に従う人を通してサウルは目から鱗が落ちました。神様は私たちに死に従う人を通して祝福を与えることがあるし、逆に私たちを神様が語ってくださって、私たちを用いてくださって死に従うときに、私を通して誰かが祝福を得ることがあるんですね。あるときはアナニアのように、あるときはサウロのように、この恵みを、ね、受けれるものでありたいんですね。で、これはひどく言えば教会なんです、ね。旧約は神対人が多かったんですけども、新約時代っていうのは、この神対人であるのと同時に、神様は人を通して触れ、人を通して働く。これがあるってことをね、覚えてほしいですね。で、今回、第一礼拝でね、今日はピースが、特別賛美をしたんですけども、今、CS に行っているのぞみ姉妹と一緒に賛美をされました。ね、で実は本番ではですね、フィリピンの方々、今回6人来られたと、それから、まあ、CS に行きました N ちゃんですね、まあ、と一緒にね、賛美することになったんですけども、でどうしてかというと、まあ、ピースは全部予選が終わってから帰ってきたんですけども、その時に、まあ、パウロ牧師の方から、どうですかって話があって、最初はですね、そんな予選にも出てないのにということだったんですね。我々もどうかなと思ってんで、OK をしたんですけど、本人がもうちょっと話したいということでね、まあ、大胆ですよね、秋元君に直談判してですね、ピースではなく、しもべを出してくれって言ってくださったそうで、ありがとうございました。まあ、ね、さあまあ、しもべはもちろんダメですよね、規定通りでやって、直談判入らなかったからね。で、そうだったんですけども、で、人間的に考えたらどうしてともかしませんけど、人間的にやってってことじゃなくて、まあ、神様の導きと示しを感じないと言われたんだと。それははっきり今わかるんです。で、一回断ろうとして断った時に、うちの妻がね、断食正解で説教で明かしたんですけども、西田が行って祈ろうと思った時に、西田が行った時にすごい神から迫られて、これは神から言ったことではないかと思ったんですって。ほいで一回断ったんだけど、ちょっと待ってくれって言ったら、はい、待ちますよって言われた。で、そしたら抽選、順番を決める日がやってきて、順番を決める日に、もうこれ以上まだどっちかわからないからちょっと迷惑かけるので、もう辞退しますって言ったらですね、あ、じゃあはっきり分かるまで待ちましょうって、今日順番を決めるから、順番を決めるので、もし出る気持ち出るってことを示されたら一番最初に出てください、そうでなければいいですよってことだったんですね。でね、主に示されたことに対して最後まで言われたんで、その後出ることが示されて出ることになったん。結果的にどういうことかって言ったら、我々下部の時に乗ったんですね。長崎教会でいる賛美隊が、まあ、この時は下部ですけども、一番最初に賛美をできるように、まあ、特別な恵みによって、特別枠によってというか祈ってたんですね。ね。本当に祈ってた。何人かはっきりそう祈ってたんですね。どうしかって一番最初に礼拝して、その後、いろんな賛美隊がしてくれたり、まあ、私たちは、あんまり順番と関係ないとかと思って言ったんですけども、ピースが結局一番最初に歌うことになって、なったんですよ。しかもそれだけじゃなくて、考えたら、最初ね、で、ピースが真ん中で歌って、後ろにしもべたち、ご年配の方々が並んでですね、わーわーわーっていう予定だったんです。
ところがですね、ピースはですね、祈ったらですね、成熟した方ではなくて若い方がと歌うように示されまして、言ったんで、私はそれもこうだと思ったんですね。ガッティとファーキン・ホーマイグがアメリカでよく持ち上げて、これを今年歌いたいということで、フィリピンの方々を歌いたいと言ったんで、それは本当にいいと思ったんですね。フィリピンの人たちは去年も今年も賛美大会に出て、ユニフォームを揃えたり、本当に日本語で歌ったり、今年は日本語と英語とアフリカの言葉と、それからフィリピンの言葉で賛美をしたり、言うのは簡単だけど、私はすごい愛を感じた。神様のものを感じた。だから彼らにもみんなに見てほしい、聞いてほしいなって本当思ってたんですね。そしたらフィリピンの人と一緒に歌いたいから、あ、いいなと思った。そしたらね、22から25が休みなんですよ、三菱が。26から続けて休むってとんでもない話なのに、いきなり2人すぐ選んできたんです。休みが取れました。だその2人は休みは一旦取れたんだけど、26、27に休みを取ってきたんだけど、28日にどうしてもその部署では全員が出なきゃいけないのが始めて、上司から他いくら休んでもいい、この日だけは出てこいよって言われた。ということは26について21の大会終わったら飛んで帰らなきゃいけない。一番でよかったんです。もし後ろの方だったら出れなかったんだ。一番最初に歌うことが御心だったの、すごいなと思いますよね。しかもそれだけじゃなくて、やってるうちにその N ちゃんというかちょうどいたので一緒に歌おうと歌った時に、まあ、B ちゃんの方にこれはいいと思って N ちゃん出してよかったから、両親が共演したらいいよって、両親がいいですよって言ってくれたんで、実は今年 N ちゃんは昔はゴスペルシンガーになりたいって喜んでたのに、いろんな事情がありまして CS の賛否大会も出なかったんです。で最近笑顔がなかったんです。心痛めてたんですけども、 N ちゃんも出ようってことになって、ご両親も OK してくれたんで出ることになった。そしたらですね、練習にですね、誰よりも早く聞いてですね、 B ちゃんを待ってて、 B ちゃんも練習したら終えなくなったんで、ね、最近笑顔なんです。で先週なんかですね、西洋館の帰りですね、戻ってきたら私に向こうからね、今走ってきたんです、これから武井さんなんですって、インターナショナルデーとか言ってね、ああやって向こうから声かけて笑顔を見せたのは本当久しぶりですよ。よかったと思います。で神様は CS の大会にね、長崎教会から CS のチームが出なくてすごいがっかりしたけど、 CS 飛び越えて一般大会に小学生入れてくれた。フィリピンの人たち入れてくれた。それだけじゃなくて、インターナショナルだからってことで、のどみちゃんが出ることになって、のどみちゃんはよく言ってた、私も賛美隊のはずなんですけども、賛美隊のはずなんですけれども、賛美隊のはずなんですけれどもって言ってですね、奉仕があまり多すぎてね、なんかこう、キリキリ舞いしてたんですけども、出ることになったらびっくりしてですね、昔はよくね、賛美大会にもね、それでも出てたんです、いい自然の人がいるねって。だから最近は賛美大会にも出ないんですね。だからね、飛び越えて白馬に行くことになった。あれ本当に元気ないですね。でよく祈るから一緒に祈ってますけども、何を言いたかというと、今回のピースが出ることは今になってみたら、いろんな面から見て本当に神様の手だったなっていうことを実感してるんです、すごく。あれはで単にピースが出るってことじゃなくて、それは結局フィリピンが6人選んできた。6人も違う部署で休みの日、休みが終わった次の日に選んできたから、あんまり驚いて、フィリピンの方の派遣会社、日本じゃなくてフィリピンの方の、日本に派遣している会社の方の上司のフィリピン人が、今日のインターナショナル礼拝の後にわだわだ2人、東京か大阪忘れたけど、どっかから、確認に来られます私の会にそれでも彼らは行こうとしてるんですよ。感動しますね。それとのどみちゃんとエヌちゃんね、これね、私単に CS だとかフィリピンだとかインターの問題じゃなくて、私長崎教会にとって本当に勝利だったと思うんで、これ長崎教会の牧師の一人、牧師としてよかったと思うんですよね。それは、パウロ牧師がアナニアのように、主から言われて、でこっちはなかなか不気味でした、じゃあもういいですよなんて言わないで、じゃあ待ってますからって言ってくれたんですよね。で、皆さんね、私たちが本当に神様のおっしゃることに応答して従っていくと、必ず生かされる人がいるんです。あなたが主の流しに従って従うと、必ず救われる人がいるんです。癒される人がいるんです。人生を取り戻す人がいるんです。これね、逆に私たちが本当にそういう恵みを、こうそういう人をこう、ね、こう受ける、素直に受け取ると、
姉の手を置いて祈ってもらったので、サウルは目を開いたんですよ。サウルはその直前までユダヤ教徒で、クリスチャンに手を置いて祈ってもらうなんてとんでもなかったんですよ。なのにそれを素直に受け取ったから、目から鱗が落ちて目が開いて、単に見えるようになっただけに、これ霊的な意味をします。今まで見えなかったことは、本当にイエス・キリストだ、十字架こそ救いだって開かれた。もう素晴らしい。これは二つ目なんですよ。で、三つ目最後に。この後、パウルはすぐに、まあ、サウルは パウロになるんですけど、すぐに20節で、諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。まあ、直ちに。22節を見ると、ますます力を増してイエスがキリストであることを証明して、ダマスコの救い大臣たちをうろたえさせたと、福音宣教をしていくんですね。で、この後、サウロの人生はパウロに変わって、もう、なんて言いましょうか、迫害の中を生きる。ね、書いてありますね。会場の難、立教大の難、ね、それから、鞭打ちの刑、それから、ね、39度の鞭を受けたことが何度、それ以外の普通の鞭を受けたことが何度とかね、投獄されたことが何度、いっぱい書いてある。あの迫害の中をそれでも主愛して生きていく。なんでだと思いますか？三つ目最後。サウロにとってクリスチャンとは誰だったのか。これがね、先週言わなかったところなんですけど、7章、ちょっと戻ります。7章の58節で見てくださいね。ステパノの殉教のところです。7章の58節。そして彼を、ステパノ、これステパノのことです。ステパノを町の外に追い出して、石で石打ちの刑にしたんですね。証人たちは、石打ちの人たちは、自分たちの着物をサウロという青年の足元に、これサウロです。サウロの足元に、サウロは若かったから、ま、服の番だったんです。で、他の人たちはみんなバーって石を投げたんです。で、それをサウルは見てたんで、当然サウルは石投げながら、そうやれと思ったと思う。その時に、まあ、59、60見ますよ、ステパノの殉教の姿。こうして彼らが、ステパノに石を投げつけていると、ステパノは足を呼んでこう言った。主イエスを私を呼びくださいって石打たれながらね、こう、神様に礼を授けて、死が見えるって様言ってるんですね。そして、ひだまずいて、最後に大声で言った言葉、彼が最後に、まあ、最後に言った言葉はね、世の中でよく実践のことを言いますけども、最後に言ったのは、主よ、大声言った。主よ、この罪を彼に負わせないでくださいって言って、眠りについた。眠り、死んだと書いてある眠りについたんですね。永遠のね。まあ永遠だけど、目は覚めるんで復活で、眠りについたと。それを見てたんです。で、8章して、サウロはステパノを殺すことに賛成してたと。つまりサウロは、この時のサウロはまだユダヤ教徒で、ステパノはとんでもないやつだから、みんな石を投げて、自分も石は投げないけど、殺せ殺せと思ってね、まあ、激しい噛んでたんじゃないかと、ね。こうね、とんでもない野郎で殺せって言ったらね、こう、ね、私の礼を受けくださいって言ったら何言ってんだと思って、この罪を彼に忘れないでくださいって言った時にはね、何がこの罪だってとんでもないことになって、お前のこそおかしいんじゃないかと思ってたの、この時は。この時はそう思ったけど、その姿は目に焼き付いた。石ね、だってあの石、あ、ちょっと私は皆さんに、石、小石投げてみましょうか。痛いですよ、きっと。小石でも。でも石投げで殺されるってことは、相当大きな石があっちこっちから飛んできて、当然血も出るし痛いはずなんです。その時に、帰ろう許してあげてくださいって大声叫んで、おそらくこれね、イエス様は見えてるから、本当に喜びながらだと思うんです。26歳の殉教も素晴らしいけど、この時死が飛んでくる中で、本当にこの罪を彼らを捨ててくださいって言った時の姿っていうのは、この時はサウルはもう腹が煮えくり返りながらとんでもないと思ってるけど、焼き付いてた。で、サウルは改心して、イエス様を救ったって分かった時に、ステパノを思い出したはずなんです。そうかって、このためにあの人は正しかったんだと思った時に、ステパノの姿が蘇ってきた。本当にステパノはイエス様を信じて、イエス様の愛に満たされたんだって、あんな石を投げられながら、私があんなに憎しみと怒りを込めてぶち込んで、石をね、私は投げなかったけど、一緒になって投げてたのに、あの中であんなにできたんだって思った時に、これがクリスチャンだと思ったんですよ。だから、この後、パウロの人生は、本当にいろんなところを通されるけど、それでも彼は、早く天に帰りたいって、その方が幸せだって、でもあなた方の思ったら、どっちがいいかわからない。それは私がいると、あなた方の福音が伝わるからって言って、そうやって地上の人生を、イエス様を伝えるために、どんな迫害されても生きたのは、ステパノが彼の頃に息づいてたからですね。で、皆さんね、ステパノの姿は彼のクリスチャンを焼き付けさせた。これ3人目なんです。で、ステパノはその時ね、サウルは白紙が出て、その時見たらね、無駄死に見えたけど、実は無駄死になかった。何やったら、サウルはキリスト教の土台を作った人なんですよ。天国でね、サウルが改心した後ね、ステパノのことを思っているときに、ステパノは天国で言ったと思いますよ。パウロにね、ために。で、話したけどね、本物ないってね、その時理解されないんです、多くの場合。ステパノは神様を愛し、イエス様を愛し、
サウルをはじめとする石投げた人たちを本当に愛して許してたんです。その時誰一人理解してもらえませんでした。でもその愛はサウルの中にこの後行き着いたんですよ。でよくね、こんなに愛したのに分かってくれないっていう人がいるんですよ。言ったことありませんか？こんなに愛してるのに、こんなにやってるのに分かってもらえないって言って、それは違います。愛してるから分かってもらえないの。本物の愛はしばしば後で分かるの。どうしてかって、さっき言いました、愛の極めつけは十字架なんです。これ以上の愛なんてありません。キリストが十字架についた時、誰一人そのイエス様の愛に気づいた人はいなかった。本当にイエス様を愛して外来から来た女たちは泣いてましたけども、自分の罪のためで自分を愛するあまりだと思ってなかった。あ、どうしてイエス様って傷んでたけど、それが自分の罪のあがないのためで、本当に自分に対する愛だとは分かってなかったんです。つまり誰一人イエス様があの十字架で私たちを本当に命を捨てて愛しきってくださった時、誰一人その愛は分かってなかった。でも後でみんな分かる。21世紀の今に至るまで、この十字架の愛が人々を作り変えていく。で、私たちが同じようにイエス様を愛して、このイエス様に従っていくときに、その時分からなくても、そのイエス様の愛を神様を巡ってこう生きていくときに、後で分かるんですよ。だからね、その時誤解されたり分からないからってね、なんかがっかりしたり、怒ってしまったり、落胆しないでほしい。後で分かるんですね。それをね、ぜひね、覚えてほしいと思いますね。まあ、一番最初に今日明かしました、この清志くんの証しね。一生懸命やってんのに喧嘩になって怒られたわけでしょ。で、カチンと来たけど、神様に謝りなさいって謝っていたとき、その後から態度が変わったのは、これ本当に主のおっしゃったことをしたときに、そういえば、ね、義理の息子は一生懸命やってくれてるよなってね、目が開いたんだと思います。だから、ひごもっこすなのに、まあ、前向いていないから背中後ろ向きながら、ありがとうなんて心込めていないからぶっきらぼうに、でもはっきりとありがとうって言ったんだと思います。で、だからね、神様の愛っていうのはその時分からないけど後で分かる。で、同じように私たちも主の愛に生きていく時に、主に従っていく時に神の愛が流れるんですけども、その時分かってもらえることも嬉しいですね。でもその時分からなくてもやめないでいきましょう。後で必ず分かります。主に従うこと、愛することをやめないでほしいんです。神様は後で必ず分かって働いてくださいますね。それを知っててほしいですね。ステパノの殉教は無駄死にじゃありませんでした。ステパノの殉教はサウルの中に息づき、私サウル以外にもね、この人たちの中で改心した人きっといると思うんですよ。息づいていったんですよ。26世紀の殉教は無駄ではありませんでした。あなたはがとどまらずに言ったけど、プロテスタントの400年経ってプロテスタントの私たちに神は語ってきて、授業までさせて、本まで出させて、これから一番最初からそのことを言って、そこを土台に神様を生かした。これからのリバイバルで生かされますよね。いやね、そういうことなんだ。だからどうぞそれを覚えてほしいんです。今日3つ話しました。キリストが来た時、私たちが本当に正しいと思ってやってたこと、御心だと思ってやったことって神様は違うよっていうことがある。もちろんね、神様ってサタンが言うことがあるから、その時は確認してね、突き突きっていかないといけませんけど、確かに神様が違うって言われた時に、と思うかもしれないけども、感情がついていかなかったり、あるいは納得できなかったりしたとしても、確かに神様だと思ったら、そこで向きを変える。そこで自分の正義、自分の義に立たないで、向きを変えることのできる柔らかさを持ってほしい。そして二つ目が、アナニアのように、誰かを通して恵みを受けなきゃいけない時、本当に素直に、へりくだってその恵みを受けることと、逆にあなたに神様に言っておられたら、過去のことに縛られないで、自分に関しても人に関しても過去のことに縛られないで、神様のおっしゃる言葉に従って応答していってほしい。で、三つ目、本当に愛を示してキリストに従っても無駄に見える時がある。何にも分かってもらえるように思えない時がある。やめないこと、必ず後で神様は目をつけてくださるということをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天皇様、あなた生きておられる神様で、今日も私たちに御言葉を通して語ってくださってありがとうございます。サウルは本当に熱心なユダ教徒で、立法についてはパリサイ人を誰にも責められないというぐらい厳格にあなたの言葉に来た方でした。それだけに余計、イエスがキリストだと思えない時は怒りがあったんでしょう。しかし、はっきりイエス様に出会った時、彼は180度向きを変えて、自分の義ではなく神の義に生きて、イエス様とされるものになりました。私たちも時として自分の義に生きてしまいます。
私はこれだけやってる正しいって言ってしまいます。でもあなたが違うよって言われた時には、あなたが向きを変えるとおっしゃった時には、あなたに従う柔らかさを与えてくださり、あなたの義によって生きることができるように導いてください。アナニアのように誰かが私のところに来て祈り、誰かを通して私たちに祝福されようとするとき、素直にその祝福を受け取る砕かれた心をください。またアナニアのように神に語られたら、その言葉に応答していける柔らかい心を私にください。そして従って神様の愛を流していっても、すぐに分かってもらえなかったりぶつかれたりしても、そこで諦めないで、イエス様、そこをその恵みを流し続けることができるように。必ずサウルは勝ったように、神が作り変えられる人がいますから、そこに生きることができるように導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかれませんので、まず悔やみを申しましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天のお父様、主イエスキリストの名によって父の神の恵みの台に参りました。一人一人が心からあなたの前に急ぎ出したこの願いと求めに応えて、癒しを行い、解放を行い、解決を与え、勝利を与え、神の栄光を表してください。ご自分のこと、家族、友人のこと、健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、あなたはどんなことでも答えられます。御手を伸ばして、あなたの答えを、勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって、心と体を、癒されよ。脳梗塞の後遺症、完全に消えてなくなれ。癌をエッサンって目指る、消えてなくなれ。奇跡と癒しをなされる神様、キリストイエスの名によって癒されよ。目を見えるようになれ、耳を聞こえるようになれ、起きて歩けるようになれ。イエスキリストの名によって、イエスキリストの名によって。お仕事を祝福してください。今お仕事で、このどうしてもこうクリアしなきゃいけない数字、あるいは何か抱えている課題がある方いらっしゃいますが、これを神様答えてくださり、神様はその数字をクリアさせ、その課題をクリアさせ、神の手によってクリアさせてくださり、神の栄光を表してください。神様、あなたを呼んでおられます。帰ってきなさい、神のもとに、そして私が導くところに、そこに帰ってきなさい。私はそこであなたに用意している祝福があり、働きがあり、あなたを通して助けたい人がたくさんいる。私はあなたの中に一つではなくて、いくつもの賜物を与えている。そして既に開かれたものもあれば、これから開かれるものもある。私はあなたを通してもっと豊かに働きたい。過去のことにとらわれずに、私が導く導きに素直に従いなさい。私はあなたを祝福し、あなたを通して人々を救い癒そうとしられます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。今日はハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、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 仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神様の愛、